それでは、今日は、ローマのカルボナーラをスパゲティカルボナーラを作っていきたいと思います。材料なんですが、今日はパンチェッタ、本来カルボナーラはグアンチャーレという、豚の頬の塩漬けを使うんですが、今日はなかなかその量も取れなくて、貴重なものなので、今日は比較的手に入りやすいパンチェッタ、これ皮付きのものです。もちろん皮なしのものでも構わないんですが、できれば板状のものがいいです。こういうふうに1センチぐらいの幅で切ってもらいたいので、1センチでもちょっと小さいぐらいですね。卵なんですが、全卵と卵黄を、2個ずつ、これ2人前なんですが、ちょうど1個ずつのバランスがいいと思います。ペコリーノロマーノ、これはペコリーノロマーノはまたペコリーノ、日本に入っているイタリアで生産されているペコリーノチーズはほとんどがサルデーニャ産なんですね。ペコリーノロマーノ、ペコリーノのローマタイプなんですが、サルデーニャ産を今日は使います。こちらの3点ですね。はい、それではまず、スパゲティを茹でていきたいと思います。塩は 1% の塩が入っております。カルボナーラのソースがちょっとぬるいような状態なので、麺がパスタがちょっと締まるんですね、入れた時に。ですのでパスタは通常よりも少し柔らかめに茹でてください。パスタがソースに入れた時に締まることを逆算して、まあ今日はパスタも濃厚なカルボナーラソースなので、スパゲティもちょっと太めの9分茹での太めのスパゲティですね。それを今日は10分茹でます。はい、それでは卵液を作っていきたいと思います。ペコリノロマーノを入れてますね。これ泡立て器でもいいんですけど、まあ気軽にフォークで構いません。卵液ができましたら、準備できたら今度は、パンチェッタですね。パンチェッタを炒めていきたいと思います。パンチェッタからも油が出てきますので、オリーブオイルは本当軽くでいいですね。もうなくてもいいぐらいです。火は中火ぐらいで、焦げないようにしっかりと火を入れていきます。しっかり色もついて、パンチェッタから美味しい油が出てきたら火を止めてください。余熱でもまた入りますので、油がちょっとこれぐらいだったらちょうどいいんですが、多く出すぎた場合はパンチェッタの状態にもよって変わりますので、油を取るときはペーパーかなんかで取っていただければと思います。で、火を止めてじっくり余熱 で少しだけですね、鍋についたうまみも全部取るためにも、ちょっとパスタのこの茹で汁を少し入れます。で、まだすごい熱いので、この時にこの卵液をですね入れてしまうと、ちょっと炒り卵のようになって火が入りすぎてしまうので、ちょっと火から外して、熱を取ってください。それでは卵液をですねフライパンの中に、入れていきたいと思います。ある程度粗熱が取れたパンチェッタの中に卵液を、この時卵液を取ったね、このゴムベラでもう使っていきます。しっかり混ぜてください。火は消した状態です。
それではスパゲティ茹で上がりましたので、パスタを揚げていきます。しっかりと水を切っていただいて、でスパゲッティはよくスピード重視と言いますが、ここは焦ることなくですね、ゆっくりまず火を消した状態で絡めてください。で火をつけます。この時強火だとすぐ入り卵になってしまうので、ポイントはマヨネーズのように滑らかに、パスタに絡むことが重要なので、ここで一番弱い弱火にしてください。弱火でじっくりと、こう馴染んできたら少し中火にしましょう。ここらが一番重要なポイントで、この卵液がですねどんどん固まってきます。でここをちょっとおろそかにしてしまうと入り卵になってしまいますので、ちょっと固まってきたなと思って怖かったらすぐこう火から外してください。そしてまた混ぜる。どんどんこうとろみがついてきますね。濃度がついてきます。もう一回こうだましだまし火を入れていきましょう。常に混ぜてた方がより安全だと思います。まあ、ちょっとぐらいイタリアの卵は癖もあるので日本よりもしっかり火を入れるんですね。むしろ入り卵になるぐらいねしっかり入れるお店も多いです。卵を生食するっていう文化はイタリアにはないですので、周りがこう入り卵にならないようにじっくりじっくりですね。だいぶ固まってきましたね。卵にじっくり火を入れていきますね。これぐらいねしっかりとこう絡まって卵液も固まってきたら完成になります。OK だと思います。火を止めて盛り付けていきたいと思います。カルボナーラというのは炭焼き職人という意味もあるので、黒胡椒をですね、まあ、お好みではあるのですがたっぷりかけていきます。カルボナーラのスパゲティカルボナーラの完成です。たっぷりチーズと卵のシンプルで濃厚なソース、スパゲティカルボナーラ、できました。